森佐田万幸巻録より、伊哲市伊掛屋とは、伊掛を行う職人のこと。鋳造された鍋、釜などの芋の製品の修理、修繕を行う職業。伊掛、または伊哲市との表記もなされる。日本においては、江戸時代から昭和期にかけての水事具である鍋や釜は、主に鋳鉄製であったが、当時の鋳造技術では溶けた鉄を型に流し込む際に、ムラが生じ、 出来上がった製品に巣が入りやすい。使用中にもひび割れ等により穴が開くことがあった。その一方、月夜に釜を抜かれるといったことわざにあるように鍋釜を含む金属類は盗賊が狙うような貴重品であった。そのため穴が開いたとしても容易に捨てることはなく補修を繰り返しながら使っていた。金属機の修理業者がいかケアである。 どう、鉄の鍋釜の破損を周保す、不意合を携え来たりで、即時に来れなす。その分んと掃除たり。イカケ屋は、街中や村々を呼び巡り、声をかけられたら、仕事をした。道具箱の中に不意合を持参しているのが普通であった。有点の低い中鉄で鋳造された、当時の鍋、釜の穴やひび割れを直すために、中鉄片を溶融し得るだけの熱量は、 携帯できる程度の簡易な装備でも確保し得たのである。語源は金属をいてかけるから、いかけ屋である。一方、英語のティンカーは、いじくり回すの意味を持ち、ハンダ付けで同じく鍋釜の修理をしていたいかけ屋を、さすが、語源はチンではなく、日本同様に呼び巡る際に、鍋釜を叩いて鳴らす疑音のティンクである。ちなみに、ピーターパンの物語に登場するティンカーベルの、 製業もイカケ屋である。明治、大正期のイカケ屋明治、大正時代までは鍋、釜の品質が向上しなかったのでイカケア商売も成り立っていたが、昭和期に入ると近代工業で大量生産されたプレス成形のアルミ鍋等が流通するようになり、これらは流しのイカケ屋が簡単に補修できるものではなく、また価格の下落によりあえて修理する必要も感じられなくなり、 急速に廃れてゆくことになる。ただし、イカケの技術そのものは現在でも必要とされ、小型の金、大釜などを片手間にかける鋳造業者もある。鍋イカケステッペンからタバコにし上の川柳は、仕事を始めたイカケ屋がいきなりタバコで一服するのをおかしがある内容。炉の温度が上がるまでは手持ちぶさたのため、のっけから休憩のような光景がしばしば見られた。 ステッペンからとは、最初からという意味。今日、イカケ屋商売を見かけることは、全くなくなったが、昭和40年代までは、大阪の街中を、イカケ、鍋釜、ま、バケツイカケの売り声で商いをしていた。大阪弁では、夫婦仲良く外出するという意味になっていた。文化年間に、夫婦のイカケ屋が人気を集めていたからだという。今日は、徳さんとこ、芝居くん会な。 いかけややなぁという言い方をしていた。情報落語の演目、いかけやでも、いかけやだけによくくっつくな、いかけや、いかけや同士くっつくな、などと子供からからかわれている。ありがとうございます。